シャウル・ゲレロは、アメリカ合衆国の女子プロレスラー。テキサス州エルパソ出身メキシコのプロレス一家である、ゲレロファミリーの一員。祖父のゴーリー・ゲレロ、父親のエディ・ゲレロ、叔父のチャボ・ゲレロシニア、マンド・ゲレロ、ヘクター・ゲレロ、いとこのチャボ・ゲレロ・ジュニアもプロレスラーである。母親は、WWE で GM などを務めていたビッキー・ゲレロ。 2010年に WWE とディペロップメント契約。2011年2月に参加団体である FCW デビュー。試合後にはサイン会を予定していた母親であるビッキー・ゲレロが登場し、FCW の GM であるマキシンと絶戦を繰り広げた。9月より大型ユニットジアセンションの一員として活動。マネージャー研参謀役として、 メンバーを指揮する一方、試合では11月17日に、アクサナから、クイーン・オブ・ FCW、12月15日には、オードリー・マリーから、FCW ・フロリダディーバズ王座を奪取した。ジアセンション・ナッ後、2012年より、絶対的女王として君臨し、ディーバの存在意義を唱えるとともに、ソフィア・コルテス、ページとアンチ・ディーバなるユニットを結成。しかし、 FCW と新人発掘番組である WWENXT が統合した新生 NXT ではウルトラディーバのギミックで登場。NXT ではページやソフィアと構想を展開していたが実生活において学業に専念したいということから9月に WWE へ自主解雇を要求し同月30日に解雇となった。2013年9月 自身の学業が落ち着いたということもあり、WWE に復帰を要望。WWE も受諾し、WWE パフォーマンスセンターにてトレーニングを再開した。10月5日には NXT ライブにて復帰戦を行った。以降、NXT ライブでは、ジェイソン・ジョーダンメイソン・ライアンのマネージャー。2014年にはバロン・カービンのマネージャーとして活動して、 WWE 昇格を狙っていたものの、5月1日、WWE から解雇となった。WWE 解雇後、2014年8月30日、I Believe in Restling のイベントである Believe82 にて、本名名義で参戦し、チェイスン・ランストリスタン・ケアリーヘッス・ロドリゲスのマネージャーにつき、サンタナ・ギャレットマックスウェル・シカゴスイート・タン・ウィリーと対戦して、 勝利した。ありがとうございます。